こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのように気にさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はザワさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただじゃあザワさんについて自己紹介をお願いします。はい、アパレル関係の会社でインハウスデザイナーをやってます。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルームということで、はい、だいたい広さはどれぐらいの？そうですね、だいたい13畳ぐらいになりますね。結構、もともとその、1K だったのかな、そのキッチンとそのなんかダイニング的なところがその分離してたみたいなんですけれども、そこの壁をぶち抜いてなんか大きなワンルームみたいな感じにしてあるみたいですね。いわゆるじゃあリノベーションというか。そうですね、ご自宅になるんです。そうですね、リノベーションされてますね。というわけで、まあかなりこうアイデアが詰まってるというか、まあ、ご自身でいろいろ作られたものとかそういったものもちょっとあると思うので、そのあたりのお話詳しくお話お伺いできればなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初リビングをちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど。はい、あ、ザワさんいらっしゃいますか？あ、こんにちは。はい、じゃあちょっとということで、まあ、冗談をほどほどにしておきまして、はい、ちょっと中じゃあ案内していただければなと思います。はい、でこちらが、大体12、3畳ぐらいの。そうですね、13畳ぐらいですかね、はいはいはい、元 1K のワンルームということなんですけど、はい、まず最初にこの、まあ、お家全体のなんかこだわったポイント、はい、そういったところからお聞きしたいんですが、どんなところにこだわりましたか？まあ、そうですね、こうワンルームなんでこうプレーンな、まあ、だだっ広い空間みたいな感じだったんですけど、まあ、その中にこういろんなその DIY で仕切りをつけたりとか、まあ、棚の位置を工夫したりとかして、で、まあ、それでこう、自分好みの住みやすい空間をまず作っていったっていうところですかね。じゃあちょっとここから細かいお話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まず最初にじゃあこの今真ん中にあるここは一応ダイニングスペースみたいな感じになるんですか？そうですね、まあ、ご飯食べたりとか、まあ、買ってきたものをとりあえず置いて整理したりとか、あとキッチンでちょっとなんかこう作りづらい料理とかは、まあ、こっちの広い方で作ったりとかっていういろいろ便利スペースみたいな感じですね。じゃあまずこのちょっとダイニングテーブルからお聞きしたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたアイテムなんですか？これ実は買ったわけじゃなくてもともと置いてあったんです。置いてあったんですか？はい、引っ越してきたらもうこれが置いてあってでこっちの丸い椅子みたいなやつも置いてあって、でもうこれは自由になんか使ってくださいみたいな感じであって、あ、じゃあっていうことでこれを、逆に言うとなんでこれありきでじゃあどういう組み方をしようかなみたいなことを、まあ、ちょっとあの後輩であの建築勉強してるやつがいるんで一緒になってこうどういう配置にしようかみたいなことを一緒に決めてで組んでいったっていう感じですね。ここダイニングテーブルの下とかも結構収納とかもすごいできるようになってるんですね。はい、そうですね、なんかここにそのお気に入りの食器みたいなのとか、まあ、家電とかが置いてあるっていう感じですね。はいはいはい、ちなみにこの辺のその食器、まあ、お気に入りということなんですけど、はい、なんか食器とかよく買いに行くお店というか何かあったりとかされますか？で最近これかっこよくてコスパもいいなって思ってるのはあのスタンダードプロダクツとかですかね。こういうちょっと垢抜けたお皿がなんか300円ぐらいから買えたりとかして、あ、いいななんて思ったりとかして見てます。あとなんかこういうビームスの富士山のお茶碗とかあったりとかするんですけど、一個これ友達に割られたんで金継ぎしてます。 あ、本当だ、はい、でもなんかそれがいい感じになってますね。そうなんですよ、なんかちょうど金継ぎとの相性がいいお皿でよかったなと思ってあんま分かんないですね、なんならちょっと。そうなんですよ、価格的にそんなに超高級ってわけじゃなかったんですけど、もらい物っていうか、まあ、贈り物だったんで、ちょっと捨てるの嫌だなっていうことでわざわざ金継ぎのキットを買ってきて継いでっていう感じですね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、そしたらまたじゃあちょっと反対側に戻っていただこうかなと思うんですけど、はい、こっちにも椅子
がありますけど、はい、これは自作とかあれですか？そうですね、これは、まあ、この家にあるメインの大きな DIY がで作ったなんか家具とか建具みたいなのが4つあるんですけど、まあ、そのうちの1つで、まあ、ベンチ兼本棚みたいな感じですね。全部そのさっき話したその建築の後輩にもうほとんどこういうものが欲しいっていう、ような言い方をして、半分というか9割ぐらい作らせたような形になるんですけれど、はい、後輩をこき使ってこう下にこういうのしまいたいっていうふうに言うと、あの寸法を出してくれて、でこう木買ってきて、まあ、手伝える範囲で手伝って作るっていうようなのをやっていた結果、まあ、こういうものが生まれたっていう感じですね。めちゃくちゃ優秀な後輩の方、はい、そうなんですよねそうなんですよね。動画拝見したんですけど、はいはい、あのなんか東大生のシェアハウスみたいなのあったじゃないですか、はい、あれを見せたら知り合いだって言ってました。あ、本当ですか、はい、やっぱじゃあ世間狭いなと思って。界隈はやっぱ近い。いやもう世間狭い、怖いっすわ本当にどうですか、はい、実際座り心地とかは。そうですね、この座面の部分なんかはこれ IKEA なんですけど、これ IKEA のやつが両面テープで止まってるだけなんで座り心地いい感じですね、うん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 、縦が長いんでその足が浮いちゃって長時間座ってると腰に来るんですよね。でそれがちょっと嫌で、あの自分で勝手に改造しまして、それがこの裏側なんですけど、ホームセンターで買ってきた手すりなんですけど、手すりを後ろにつけて足が乗っけられるみたいな、体のバランス取りやすくなりましたね、うん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 、すごい。わかりました、ありがとうございます、はいはい、そしたらじゃあちょっとまた上の方に戻るんですが、はい、ここはその備え付けだったこのダイニングテーブルとシェルフ、はい、これはなんかつながってるような感じになってるんですか今。これはつながってるようで全然つながってないですね。北島のスチールラックなんですけれど、はい、高さ調整をするとこのテーブルの面というかこことここの棚板の高さがちょうど同じになって、すごいこう地続きになるっていうことが分かったんで、ずっとこう空間がわーってつながっていくような高さに調整してますね、うんうん、ここも結構、はい、このフレームを使ってすごい機能的になってるというか、はい、そうですね、はい、もうなんかかけれるところがやっぱりいっぱいあるんで、まあ、こういうふうにこう電源タップかけたりとか、カゴを買ってきて、これ IKEA のカゴなんですけれど、いいなと思ったパッケージのお菓子とかをこう入れてきて、しばらく眺めて、そろそろいいかと思ったら食べるみたいな感じですかね、はいはい、で一番上には、まあ、あの好きなものをいっぱい置いてっていう感じですかね、まあ、基本的にはスターウォーズがここは中心になってますね。こっち側は今や懐かしい、あのペプシがいろいろおまけとかをいっぱい作りまくってた時期があると思うんですけど、2000年代初頭ぐらいに結構可愛いんで飾ったりとかしてるって感じですかね。これも押すとちゃんと流れる、ちゃんと流れるっていう、こう裏面がスピーカーになってて、こういうグッズとかはオークションサイトみたいなところでリグって探したりするんですか？そうですね、こうもうなんだかんだ言って一番品数っていうかが豊富なのはやっぱそのメルカリとかヤフオクに、うんうん、どうしてもなってきちゃいますね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、続いてお隣にあるのがこちらは楽器ですか？楽器ですね、チューバっていう楽器なんですけれど、大学の時になんか音楽系のサークルを作ったんですけれど、まあ、それがコロナであの潰れちゃったんで、その楽器を引き取ってきて、字の部分を見ると分かりやすいんですけれど真っ黒だったんですね。うん、で真っ黒でテカテカでちょっとなんかあんまり格好が良くなかったんで、なんかもうちょっと可愛い色にしたいなと思ってこの色のスプレーを買ってきて上から塗りました。あ、塗ったんですねこれ。そうなんです、これあのプラスチックでできてるんで、で、あとは可愛いなと思ったステッカーとかをあの貼ってカスタマイズしたりとかしてるっていう感じですね。実際この楽器は、はい、そのざわさん本人が使われたりとかもするんですか？そうですね、まだ何かで人と合わせたりとかしたことはないんですけれど、ちょうどみんなで集まって何かやろうかみたいな機会が今度あるんで、まあ、その時に持ってこうかなとは思ってます。うん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 、はい、
かりました、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっと奥の方に移動していただこうかなと思うんですけど、はい、こちらのスペースが続いて、まあ、洋服のスペースということでちょっとお伺いしてきたなと思うんですが、はい、洋服は結構お好きですか？そうですね、なんかそんなに高いもの買うとかではないんですけれど、まあいろいろそのちまちま集めているうちに捨てなかったらこんなことになっちゃって、本当だったらまあ衣替えが必要かなって思うんですけれど、衣替え自体にすごい面倒くささみたいなものを感じてたんでちょっとそこを回避しつつおしゃれにする手段ないかなと思って、もう最初から全部丸出しにしておこうかということでこういう形になりました。なんか普段こう洋服を着用されるときに、はい、なんかシルエットだったり素材感、なんかそういうこだわりみたいなのとかって何かあったりしますか？はい、そうですね、まあ結構、シルエットはゆったりめのものが好きで、あと柄とかはなんかちょっと可愛いのがこう前面にバーって入ってたりとかすると結構好きかなっていうふうに思います、うん、今日着てる服とかもこれ高円寺の古着屋で買ったんですけれど、セニョールフロックスっていう、なんかメキシコにあるレストランの T シャツみたいなんですけれど可愛かったんで買っちゃいました。じゃあちょっとこのアイテム以外のもので、はい、お気に入りのものちょっとあれば聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずこれはなんか4つ、はい、4箇所、はい、こう各カテゴリーで分かれてるっていう感じなんですか？そうですね、ざっくり言うと半袖、長袖、シャツで、それ以外のパーカーとかライトアウターとかっていう感じですかね。じゃあちょっと順番にお気に入りのアイテム簡単にお聞きできればと、はい、そうですね、これは最近買ったんですけれど、あのグラフィックデザイナーで佐々木俊さんという方がいらっしゃるんですけど、最近紅白歌合戦のロゴがリニューアルされたと思うんですけれど、あれを作られた方ですね、ロゴとかマークとかを。どちらで購入されたんですか？はい、これは、上野にあるジャラーナっていうなんかコーヒーショップみたいなところがあるんですけれど、そこのオンラインストアみたいなところで取り扱ってて、であ可愛いと思って即買いしちゃいましたね、はい、商品のロゴが入ってるものとかも好きだったりとかするんで、これとかも最近出たんですけれど、ニューエラとバドワイザーのコラボの T シャツですね。で後ろにもバドワイザーのマークが入ってて、ここにお酒は楽しく歩道さんに出ることが書いてあって、自分を戒めながらこう着ているような感じですねっていう感じです。あとはじゃあお隣とかドンキとかですかね、はい、スウェットでこれいいなって思ってるのがあって、チャンピオンの古着をなんかリメイクしたやつなんですけれど、もともとが多分チャンピオンの普通の多分無地のスウェットだったと思うんですけれど、ここに入ってるナゲッツっていうブランドが出してるみたいなんですけれど、モチーフになってるのがこっちの3人が、まあよく古着のスウェットに登場する作曲家3人みたいなことなんですけど、ベートーベンとブラームスとバッハと、あとなぜかモーツァルトがもう一人足されて4人いるみたいな感じで、ちょっとなんかデザインが面白かったんでこれは買ってみました、はい、でこれ結構スウェット買ってなんか可愛いなと思って良かったんで、ロンティーバージョンも購入して、まあ季節によって楽しんでいるような感じですね。グラフィックはもう全く一緒のものって感じですか？そうですね、うん、色だけ違うような感じですね、はいはい、こっちはなんかちょっとこっちはこうシルクっぽいのが、まあ、シルクか、まあ、シルクだなが乗ってて、こっちはなんかもうちょっと染み込みっぽい感じになってて可愛いですね、うんうん、っていう感じです。でもやっぱこう見てると結構映画とか、まあ、あとテーマパークとかも好きだったりするんで、うん、自分の、好きなものとか興味があるものがモチーフになっている T シャツとかスウェットとかを着る機会が多いですね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、そしたらあとその前にある、このオレンジの、はい、このサイドテーブルって言ったらいいですか？はい、はい、これはエッセンっていうなんかブランドのサイドテーブルなんですけれど、うん、ここに引っ越してくる前の家でその電子レンジと か、まあ、なんか炊飯器とかケトルとかそういうのを置く、まあ、なんかキッチン周りの棚みたいな感じで使ってたんですけれど、ここがまあキッチンが
広めで活躍の機会が今のところ一番ない家具になっちゃってます、ね、まあなんですけど最近気づいたのが、まあここのこう立ててあげたりとかすると高さ的にはちょうどこの隣にある机と全く一緒になるんで、こう拡張して何かやったりとかはできます。めっちゃ機能的ですね。そうですね。もうこれもなんかこれはもう本当に偶然の産物というか、っていう感じですね。なのでまあここでなんか広い作業がやりたいみたいな時はこれが登場するっていう感じですね。わかりました。はい。ありがとうございます。続いてこちらが作業スペース。ということでちょっと紹介をしていただきたいなと思います、はい、作り自体のちょっとこだわったポイントから お尋ねしていきたいんですけど、はい、まあ、まずこの机の部分はこれはあの普通 の無印良品の無垢材のテーブルなんですけれど、東京リサイクルインプションっていうなんかリサイクルショップがあるんですけれど、そこであの中古で購入しました、うん、でここを起点にこう好きなものがこう積まれてるエリアみたいなのを、まあ、作りたいなっていうふうに思いまして、上からこう突っ張り棒みたいに L 字で突っ張って、でそこにこう棚板をこう交互にガガガッと差し込んで、棚みたいなものをこうバーッと作って、でそこに好きなものをこうバン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 詰め込んでいったような感じの空間になります。これ DIY は大体どれぐらいのご予算でできるものなんですか？ざっくりですけど4-5万ぐらいはかかったのかなとは思います。はい、そうこの辺配線系もすごい綺麗にというか、はい、なってますね。そうですね、そのあんまり線が表側に出てるのが好きじゃないっていうのがあるんで、例えばその、まあ、iPhone と Apple Watch と AirPods をあの充電するやつとかも、これまあベルキンっていうところのあのスタンドになるんですけれども、もう全部3個一気に充電できるようなスタンドをあの買ってみたりとか、この上の方からなんですけれど、あのレールライトからこうコンセントが伸びてここから電源取れるみたいな感じになってたりとかしますね。これは学校の図工室とか家庭科室とかにあるようなのがなんかあったら面白いかなと思って、これ行きつけの美容室にもあって、これが美容室にある時点で面白いけど自宅にあったらもっと面白いですねみたいな話をして、その場では冗談みたいに流されたんですけれど本当に買ってやりました。じゃあこの動画をちょっと見て、はい、買ったことを知っていただきたいですね。そうですね、本当に買ったんかいって言われたですね。マジだったんかいって言われたですね。そっか、じゃあここの配線もだから、はい、レールを使ってそれこそさっき紹介していただいたところとかとかつながってくるみたいな感じなんですか？そうですね、もう一番上から電源取ってこれるところは全部取ってこようっていうので、まあ、そこにも見えてると思うんですけれど、まあ、プロジェクターなんかもこの上の方から、まあ、HDMI とかもレールに隠しつつ伸ばしてきて、で電源自体はこのレールから取ってきてっていうので、うん、まあ、もう線がなるべく見えないようなこう見せ方でプロジェクターをぶら下げているような感じですね、うんうんうん、はい、うんうん、じゃあちょっとまたデスクの方に戻りつつ、はいはい、その辺のお話詳しく聞いていきたいなと思うんですけど、はい、レコードとかがこの棚のところにいくつかあると思うんですが、はい、結構音楽もいろいろ好きでレコードは集めたりするんですか？そうですね、まあ、レコードはなんか結構あるだけでその場面が華やかになるなっていうのと、まあ、やっぱこの実体がある感じが面白いんで、ちょっと最近今更ながら手をつけ始めたところではあるんですけれど。結構どういう系の今レコードを集めてらっしゃるんですか？そうですね、クラシックとかあと映画音楽とかも結構聴いてて、さっきから出てるスターウォーズとかがあったりはしますね。とか未知との遭遇とか、うん、こういうのがあったりとかしますね、うんうん、最近発売されたやつであのジブリのサウンドトラックのなんかカラービニール版ってなんか限定版みたいなやつが出たんですけれど、本体部分がこうクリアなオレンジになっててすごい、かわいいかわいいっていう、結構この部屋の
差し色にオレンジいっぱい使ってるんで、そことの親和性も高くて、こう可愛いなっていう感じですね。結構ブルーとかオレンジとかが、まあ、この部屋いっぱい使われてて、まあ、バックトゥザフューチャーの色なんですけど入れてあげると色味的にはすごい可愛い感じになるっていう。バックトゥザフューチャーしてますね。バックトゥザフューチャーしてますね隣にもねポスターありますよね。うん、そうなんですよやっぱこの色味で、無意識にやっちゃってましたね。やっちゃってたんですね、好きすぎて、はいはい、それこそこの辺は、はい、お隣とかもフィギュアというかね、はい、もうたくさん結構ありますけど。そうですね、何系のこれは集めたらしいですか。は、まあ、この辺はもうあの全部バックトゥザフューチャーなんですけれど、これあのホットウィールエリートっていう、なんかこれ金属製で結構ちゃんとしたダイキャストみたいな感じなんですけど、なんかちゃんといろんなところが開いたりとかして結構面白いんですけど、こうタイヤも動くみたいな。で結構これはまあ気に入ってるのと、これとはまた全然別で、あのネカっていうところが出してるそう、同じようなのもう一個あるみたいな。そうなんですよ、もう好きすぎて似たようなのいっぱい買っちゃうみたいな感じですかね。あとは、まあ、あの登場人物マーティーとかビフのフィギュアが置いてあったりとかしますね。これ、はい、後ろに見えてるあのゴリラのブックスタンドって言ったらいいんですか、はい、めっちゃ可愛いですね、はい、これ面白いですよね、うん、ドイツのなんかブランドみたいなんですけれど、なんかいろいろその犬とかゴリラとかカバとか面白めのブックエンドみたいなのがあって、オレンジだったんでゴリラにしました、うん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 、っていう感じですね。あとは、はい、じゃあちょっと下の方に行こうかなと思うんですけど、はい、この作業デスク周り、はい、ちょっと話、普段お仕事自体は、はい、結構リモートでもお仕事はされるんですか。いや、もう完全にフル出社でやってるので、ここで仕事をすることは基本的には今はないですね、うんうんうん、なんですけれど、仕事場とここで何か作業するときとで環境が違うっていうのがあんまり嫌なので、なるべく仕事場と同じ環境にしたいなと思って、まあなんかこうマウスとかあと椅子とかそういうのはあの職場と全く同じものを使ったりとかしてます。ちなみにこのデスクチェアはこれどちらのものなんですか。はい、これはあれですよね、エルゴヒューマンですね、うん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 、もうあの結構腰悪めなんで、もう椅子は1個いいやつを買おうと思って、でこれは結構座り心地は抜群にいいですね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちらのスペースはどのようなスペースになりますか。ここはそのさっきちょっと出てきたんですけれど、そこに天井にかかっているプロジェクターで、まあ、あの映画を楽しむようななんとなくダイニングっぽい感じのスペース、くつろぎのスペースみたいな感じですね。はい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 、ここはその今シアターの話出ましたけど、はい、こっち側に、はい、まあ、いわゆるスクリーンがあるみたいな感じ、はい、そうですね、これがまたその DIY でこさえた建具なんですけれど、上にこれどれぐらいだったか220センチぐらいあるんですけれど、めちゃくちゃでかいあのロールスクリーンを導入しまして、はい、でこれをガラガラ下げていくと、おー、これ止まるみたいな感じなんですけど、おー、超すごい綺麗に、そうなんです、収まりがいいですね。ってすると、まあここになんで、まあ、実際だいたい100インチ相当ぐらいのめちゃくちゃでかい映像がボンって出てここですめちゃくちゃ大画面で映画見れるみたいなスペースですね。最高ですね。そうですね、ロールスクリーンを固定する周りの、はいはい、木枠というか、はい、これもだからいわゆる DIY とかで、そうですね、もう窓のなんていうか内のり内寸に合わせて建具をガーンと置いて、その中に二重窓を、まあ、その断熱が目的なんですけれど、はい、はめ込んで、で最後にじゃあ、まあ遮光というか何かカーテンかなんかつけようみたいな話になった時に、じゃあもうこれロールスクリーンにしちゃって、もう映像を投影するスペースとして兼用でやった方が面白いかなと思って、ちょっとこういう風にしてみました。はい、もうほぼ DIY というかもう施工ですよね。施工ですね。もう退去めっちゃ怖いですね。退去めっちゃ怖いですね。退去怖い。退去のことを一番考えたくないですね。褒められそうな気がしますけど、ね、うん、もうここまで来たら逆に置いてっていいんじゃないかぐらいのクオリティのものができたので満足なんですけど、はいはいはい、っていう感じですね、うんうん、はい、
じゃあちょっとこっちの方に戻って、はい、またアイテムの話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずここは先ほどの、シェルフの裏側、はい、そうですね、ということですよね。もともと 1K だったものをぶち抜いてワンルームにしてあるんで、なんでかわからないですけど、やっぱりこの真ん中に棚があることによって、もう一回ちょっとこう 1K じゃないですけど、キッチンっぽいスペースとこのダイニングっぽいスペースにざっくりとふんわりと分かれるような形にちょっと回帰してるっていうところが、我ながら面白いスペースだなって思うんですけど、確かに、はい、ここはまたすごい、いろいろ、まず、はい、なんといってもそうですね、こちら。そうですね、はい、これはあの昔のちょうどだからエピソードで言うと123ぐらいをやってた頃のあのペプシのおまけのフィギュア。あ、昔確かにやりましたね、はい、キャップ集めるとコンプリート用のなんか台座みたいなやつなんですけど、これともう中身とセットになってアンティークみたいな感じで売ってたんで買ってきて、あのちょうどサイズ的にいい感じ で、あとすごい求心力があるんで、はい、もうど真ん中に置いてあります、うんうん、でこれを飾るために、まあ、あの専用のライトみたいなのも導入してこう光が当たるようにとしてあります、はい、これ結構、はい、お値段的には、いやでもこれ そんな全然本当に5,000円とかそれぐらいで、そうなんですね、全部買えちゃうみたいな感じで、コスパ的にはすごいいいですね。いいですね。あ、はい、そうなんだ。5,000円でこんだけなんかインパクトがあるものが買えたら全然いいかなみたいなんで、で好きだしみたいな。ペプシも可愛いですし、うんうんうん、ロゴとかもこれ結構いいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、続いてではベッド周り紹介していただきたいなと思います。はい、まずこちらも DIY で、はい、有効ボードを使ってされてらっしゃるということで。そうですね。これどういう感じで作ってらっしゃるんですか。なんていうかこう角材みたいなものがこう2本スッスッと通ってて、その間を有効ボードでサンドイッチして、それが、まあ、使っている建材で持ち上がって、で上とこう突っ張ってるみたいな、こう突っ張り棒ならない突っ張り板みたいな感じになってるっていう感じですね。でそこにいろいろぶら下げてるっていう感じですね、うんうんうん、はい、ここに今こうディスプレイしてらっしゃる雑貨についてもちょっとお話聞いていきたいんですけど、はい、どういったものカテゴリーのものというか何か置かれてるんですか。そうですね、まあ、基本的にはやっぱりさっき紹介した棚と一緒で、その映画のグッズとか、まあ、こういうテーマパークのグッズとか、まあ、あと楽器がぶら下がってたりとかっていうのが、まあ、多いですかね、うん、バックトゥザフューチャーのものがあったりとか、うん、っていう感じですね。ここの中でちょっとお気に入りのものがあれば紹介していただきたいんですけど、はい、これは、さっき出てこなかったこれレコードなんですけれど、ロサンゼルスオリンピック1984年 のなんかサウンドトラックみたいなやつなんですけれど、もうな、まあ、単純にこのロゴがめちゃくちゃかっこいいのと、あの亀倉優作さんの東京オリンピックのロゴ、あれすごい有名だと思うんですけれど、まあこれはこれであの大好きなんで、僕はこっちを飾ってるっていう感じですかね。で中の曲もあのロサンゼルスのオリンピックファンファーレ&テーマっていうのがあって、ジョン・ウィリアムズ、スター・ウォーズとかインディ・ジョーンズとかスーパーマンとか、そういうなんかいろんな映画音楽を作曲してる作曲家の人がいるんですけど、まあ、その人が作曲したファンファーレがすごいあの冒頭からこんなに響くみたいな感じで、すごい曲自体も大好きっていう感じですね、うんうんうん、わかりました、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと奥の方に移動していただこうかなと思うんですけど、はい、ここがキッチンスペースということでちょっとお話聞いていきたいなと思います、はい、まずこちらは全体的に黒いタイル、うん、はい、これはもともとついてらっしゃったんですか。いや、ここはもうこの白いキッチンボードが下まで伸びているような状態だったので、なんかもうちょっと可愛くしたいなと思って、このタイル風のなんかシートみたいなやつが Amazon で売ってたんで、それを買ってこう貼り付けてっていうような感じですね。うーん、結構手頃な値段でガラッと雰囲気変わるんで、これはものすごくおすすめですね、うんうんうん、あとここはこうステンレスというか、はい、割とちょっとそういった素材感で統一されてるっていう感じ、うん、そうですね、その既製のパッケージみたいなものよりはもう少しなんか揃ってた方がいいかなっていうふうに思って、ステンレス製の
容器みたいなのとかを、まあ、主に IKEA なんですけれど、 IKEA とかで買ってきて全部中身を移し替えて、で最後にこのラベルを貼って中身が分かるようにしてるっていう感じですかね。これじゃあラベルもちゃんと、はい、作ってらっしゃるんですね。あ、そうです。あのさっきちょっと机の上に置いてあったのを持ってきたんですけれど、ダイモのテープライターっていうのがあって、カチカチっとこうやっていくとこう作れるよみたいなやつなんですけど、あ、本当だ。これで全部手打ちで、このなんかビネガーとかソイソースみたいなのをあの手打ちで作って、でそれを貼ってるような感じですね。はい、もうここは冷蔵庫までも、はい、ちゃんと素材感を揃えてらっしゃる。そうですね、白物家電の白物家電感があんまり好きじゃないので、うん、なんかもうちょっと可愛い素材感の冷蔵庫ないかなっていうのを、まあ、探してたんですけれど、これハイアールっていう中国のメーカーなんですけれど、からアーバンカフェっていうシリーズの、製品が出てて、でその中の、まあ、冷蔵庫ですね。これは値段的にはすごいお手頃なんですけれど、多分、うん、本当に 4,5 万もしないぐらいなのかな。すごい安いんですけれど、あのデザイン的にはこの全面が全部ステンレスになってて、普通にデザインいいなと思ってもこれデザインで買いました。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ザワさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、この部屋のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか。そうですね、昨日、実は昨日から始まってる家みたいな感じですかね。まあなんか結構デザイン的にこういう工夫がみたいな話もあったと思うんですけれど、実はまあこういうのがあったら便利だよねみたいなところから発想がスタートしてて、でその中で何ていうか綺麗な形とか、その収まりがいいとか線が少ないとか、そういう方向にどうやったら収められるかなみたいなのを考えていくっていうようなアプローチで組み立てていった家ですね。それこそこの結構ご自宅とかはよくお友達とかもいらっしゃったりもやっぱ多いんですか。そうですね、まあ、あのそこそこ面積あるんで、やっぱ 4,5 人ぐらいまでだったら全然こう窮屈なくくつろげるんで、まあ、そうやって人呼んで、で、まあ、映像を流してみたいな感じでやってますね。それこそここのやっぱスクリーンを使うと一気にこう世界観というか、そうですね、すごいですもんね。そうですね、やっぱ13畳で100インチって結構オーバースペックだと思うんですけど、インチ数的には。そうするとやっぱり流した映像で一気にその映像の世界観に場が制圧されるんで、一瞬だけ。そうすると例えばアニメオタクの友達が来たらアニメがバーンって流れて、なんかすごいオタク的な空間になったりとか、同世代の友達が来たら昔よく聴いてた音楽の MV とかが流して、あ、みんなでこんなの聴いてたねっていう風にして盛り上がったりとか、まあシンプルにおしゃれな映像とか映画とか流したりしてみんなで見たりとか、まあ、いろんな楽しみ方っていうか、いろんな表情が、あの、その場その場で楽しめるような作りの、あの空間になってます。ちなみにこういうインテリアとか、はい、なんか雑貨とか結構買うときに、なんかよくチェックされる、例えばサイトとか、 なんかブランドとか、なんかそういうものとかって何かあったりしますか。まあ、そうですね、まあ、結構メインどころの家具が全部 DIY で組み立てられてるっていうのがあるんで、逆にあんまりなかったりとかするんですけれど、その小物とかであんまり嫌味ないっていうか、こう溶け込むようにっていう風になると結構、小物とかで意外と無印とかそういうのが多かったりはしますね。はい、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ最後にザワさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、まあ、あの会社員なんで、あのそんなにこうお仕事がとかっていうことはあんまりないんですけれど、まあ、あの冒頭でも出たように、あの楽器をやってるので、なんか一緒にあのピラピラっと演奏したいよっていう人とか、あのもしいたら、あのぜひ一緒に演奏しましょう。はい、インスタに DM 送ってください。インスタに、はい、じゃあということで、気になる方はぜひインスタグラムの方をチェックしてご連絡していただければなと思います。はい、お願いします。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはザワさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。